はい、ボールが落ちるとまあモール内の豪華な生活とは打って変わって未だにゾンビがさまよっているという象徴的なシーンですね。ご一緒です。ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日はゾンビ映画考察ということでロベロ監督の映画ゾンビのバージョン違いについての第12弾をお送りします。この動画ではゾンビ映画のさまざまな疑問や秘密に迫り、マニアックな話題にも触れながらゾンビ映画の魅力について語っていきます。なおこの動画にはネタバレがありますので注意してご視聴ください。今回は第12弾ということでダリオ・アルジェント監修版、米国劇場公開版、ディレクターズカット完全版の3つのバージョンを実際に並べてモール内での空虚な日々のシーンを比較していきますので最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。前回のロジャーの死に引き続き、今回はモール内での空虚な日々などのシーンについて3つのバージョンを並べて比較検証してみたいと思います。このシーンはディレクターズカット完全版にしか収録されてないシーンが多いことで有名ですよね。実際1分22秒のシーンがディレクターズカット完全版のみとなっていて、ディレクターズカット完全版の収録時間139分で米国劇場公開版との差は12分なのですが、1分以上長いシーンがあるのは今のところ巡視艇基地とこのシーンとなります。それに対してダリオ・アルジェント監修版は極力間延びしているシーンはカットしてコンパクトにまとめ、この後の略奪弾のシーンへのつなぎとしているように思います。ではダリオ・アルジェント監修版は3人の人物描写を軽視しているのかというとそうではなくて、スティーブンがフランに指輪を渡すシーン、フランが厚化粧をするシーンではダリオ・アルジェント監修版のみのシーンが多く存在しているのが面白いですね。そういった点に注目して検証をご覧ください。それでは検証スタートです。はい、まずは、スケートリンクでフランとスティーブンが射撃の訓練をしているところは、始まりはダリオ・アルジェント監修版の方がカットされてまして、ここからは一緒になります。はい、そしてレストランのシーン、最初はダリオ・アルジェント監修版カットされています。ピーターが料理を運んでくるところですね。でここから一緒ですね。なのでさほどピーターがこうカットされているという感じは印象を受けないですね。でここですね、ダリオ・アルジェント監修版のみのシーンになっています。ピーターの表情がいいんですけどね。はい、でここから、スティーブンが拍手をするところがから一緒になります。ここも一緒ですね。はい、でここからダリオ・アルジェント監修版ちょっとカットされてるわけですね。ここですね。でここから合流します。でピーターがシャンパンを抜くシーン、実はダリオ・アルジェント監修版の方が若干長いんですね。これ面白いですね。はい、そしてここかと思いきやピーターがシャンパンを飲み干すところはカットされてます。そしてここからですね、ダリオ・アルジェント監修版のみのシーン、どっちだという感じでこうじらす、スティーブンがずらすところですね。そして片方の手を開けると、まあ両方の手に指輪が入ってたんですけどね、これを差し出すところまでがダリオ・アルジェント監修版のみでした。ここからは一緒です。なかなかいいシーンなんですけどね。ここからはダリオ・アルジェントはちょっとカット、なぜあのこのどっちだのシーン、ロメロは監督はカットしたのかなっていうふうにちょっと思いましたね。ちょっとここから悲しいですね。こうフランの気持ち的には指輪を受け取れないというわけですね。ここからちょっとですね、やっぱり心の不安なところがこの映画に感じられるところですね。ここダリオ・アルジェント版
ないんですね。指輪を返された後のスティーブンとフラン、結構な秒数ないですね。でここディレクターズカット完全版のみですね。はい、育児書などをこう物色するシーンですね。ディレクターズカット完全版のみです。これ結構長いところですね。1分22秒のところでしょうか。ここがそうですね、だいぶ長い時間ディレクターズカット版のみとなってますね。ここがあのロメロ監督的にはこう70年代後半の大量消費社会への皮肉を込めているところと言えるとシーンでしょうか。だだっ広いショッピングモールをこう3人がこう占領しているというところですね。あり余る商品を前にして贅沢なんだけどもこう心がこうちょっとすさんでいくというような印象的なシーンですね。これも皮肉ですね。誰が現像するのと。でここから合流ですね。このうつろな表情がこう空虚な感じを非常に表してますね。このシーン意外に3バージョンとも存在してるっていうのが、これダリオ・アルジェント版はなかったようなこともあったんですけど、ちゃんとあったんですね。でこの朝日かな、まあ、ドーン・オブ・ザ・デッドなので朝日でしょうね。そしてカレンダーに罰を。でここのシーンですね、もうお腹がちょっと大きくなってきたフランが 寝そべるシーン、ダリオ・アルジェント版はちょっと前半カットですね。この最初は殺風景だった2階の倉庫が武器も物資も、ね、内装も超豪華になっているけどもどこか虚しいっていうね。でこの辺りですね、フランがテレビにこう近寄っていくところがダリアルジェンタ版はバッサリカットです。はい、そしてこのテニスのシーンですね、一緒ですね。ここはボールが落ちると、まあ、モール内の豪華な生活とは打って変わって、いまだにゾンビがさまよっているという象徴的なシーンですね。これ一緒ですね。はい、でちょっと後半あのダリアルジェント版カットされてますね。でところどころ合流します。ここもカットですね。ダリアルジェント、ここから合流ですね。でここあのテープデッキから音楽を流してフランが化粧しているシーン、実は前半部分ダリアルジェント版の方が長いんですね。ここだけこうダリアルジェント版のみのシーンになってます。これ面白いですね、非常に。でここから3バージョンとも一緒になるんですが、こう音楽もやっぱり違いますね。これは今ディレクターズカット版の方の BGM を採用してるんですけど、でここからダリアルジェント版はバッサリカットです。なんかこう化粧した後フランがちょっとこう心に穴が開いたような表情をするところはいいんですけどね、ダリアルジェント版はあのカットされてます。この編集方針の違いが明確に出てますよね。でこのレコードをスティーブンがかけるシーンもダリアルジェント版はないですね。ここもないです。だから結構長いシーンダリアルジェント版バッサリカットされてるなというところですね。
なので、日本の劇場公開版を見た人がこう VHS ビデオ版、つまり米国劇場公開版を見たときに、こんなシーンあったんやっていうふうに思えるところだと思います。でここですね、スティーブンがテレビに固執してしまうところですね。ここももうダリア・アルジェント版はバッサリないわけですね。で私ここねディレクターズカット版のみかなと思ってたら、米国劇場公開版もあったんですね。やっぱり人の記憶っていうのは適当だなと、まあ自分の記憶ですよね、私の記憶は適当だなっていうことが気づきました。あったんですねこのシーン、米国劇場公開版にも。こう苛立ちを感じさせますよね。スティーブの態度が良くないですね。これ見よがしにテレビをつけるんですけれど もう精神的にスティーブも参ってるということをこうすごくこう表現してますよね。結構長い時間カットですよね。はい、でここら辺からですね、ダリア・アルジェント版も復活します。そろそろかな。はい、ここからですね、このヘリコプターのフランのヘリコプター訓練シーンで合流します。はい、そして着陸シーンですね。これ本当にフランがヘリコプターを運転しているわけではないですよね。でもちゃんとこう操縦席にはフランが座ってるんですよね。この飛んでるシーンもうまいですね。でいよいよ、はい、略奪団が観察しているところですね。はい、トムサビーニかっこいいです。でここの最後なんですけど、トムサビーニがナイフかと思いきや、飛び出しナイフかと思いきや串を出すシーンありますよね。これですね。でこの最後ちょっとだけこのトム・サビーニがおどけるシーンがあるんですね。はい、というところですね。いかがだったでしょうか。最後、まああまりユーモラスなシーンを好まないダリオ・アルジェント監修版がですね、トム・サビーニのセリフを残してユーモア感を出しているのが興味深いですよね。ですけど全体的にやはりダリオ・アルジェント監修版はこうバッサリとシーンがないので、人間ドラマを好むファンにはまあディレクターズカット完全版に軍配が上がるというところでしょうか。私の場合は人間ドラマも好きなので、最初はディレクターズカット完全版のバージョンを好んでたんですけど、まあ通しで見てるとちょっと間延びしてる感があり、バランス的に最後は米国劇場公開版に落ち着いたという感じですね。皆さんはいかがでしょうか。よろしければコメント欄に今回の感想をコメントください。次回は略奪団の侵入などのシーンを検証していきたいと思います。また動画のコメント欄で動画にしてほしいテーマを募集しています。こんな動画を見てみたいとか、こんなゾンビ映画を紹介してほしいなどありましたら、ぜひコメント欄にコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録をお願いします。